兵庫県道142号、米谷根用天ヶ崎線は、兵庫県宝塚市から伊丹市を経由し、天ヶ崎市に至る一般県道である。宝塚市内は一部安装地区内に片側一車線のバス道路があるものの、大部分は非常に狭硬な生活道路である。特に、小浜宿の地域を通る際はジグザグに進むルートとなっており、さらに県道を示す標識もないため、 どの道路が県道か識別不可能である。その後中国自動車道の高架をくぐり、高速道路沿いの道を走った後、安装北交差点からは前日した片側1車線の広い道となる。安装南3交差点から左折し、その直後の交差点で右折するが、ここから、伊丹市内に入り伊丹中の交差点に至るまでの道のりも、 住宅街の中を細い1本堂が続く形となる。伊丹市内に入り、河野池南交差点からは4車線となる。国道171号、金曜交差点から、兵庫県道334号寺本伊丹線、金曜6交差点までの区間が拡幅されたのは2007年のことであり、かつては渋滞の名所であった。金曜6交差点からは2車線となる。 稲の6交差点で兵庫県道332号、山本伊丹線と合流する。天ヶ崎市内は5号橋線と呼ばれ、天ヶ崎市を南北に縦断する幹線道路の一つである。起点である福知山線、米谷踏切そばに設置された標識。ありがとうございます。